どうしたにゃ。何をしに来たって聞こうとしたんだ。にゃにをしに来たとはご挨拶だに。にゃ、そりゃもう人間を手伝ってやろうと思って来たに決まってるにゃ。手伝い。今回の俺は暴れようというつもりはにゃい。そういうテンションじゃにゃいからにゃ。けれどなんでだ。お前は羽川のストレスみたいなもんなんだろう。普通にやってりゃ1年はかかったであろうご主人のストレス解消が、あの時はただの9日間で終わったんだからにゃ。そういう見方もできるわけか。よし、お前の手を借りよう。にゃっはは、これが本当の猫の手も借りたい状況ってやつだにゃ。手っつうか嗅覚と聴覚な。お前は忍の匂いや声はわかるはずだろ。それを追ってくれればいい。うん、わかったにゃ。どうしたにゃ人間。忘れてた、こいつにはエナジードレインがあるんだった。にゃ、僕もバカだがお前も相当なバカだな。自分の能力を把握していないのか。にゃ、こんなやつを当てにしていいのだろうか。おい人間、俺は今どんなことをしなければにゃらないんだったかにゃ。